川下川ダムは、兵庫県の向川水系川下川に、宝塚市が建設した浄水用ダム。川下川をせき止めるダムの建設と、並行して、周辺の3カ所の渓流水を取水する設備と、これらを集めて、新しい浄水場に送る導水管を、セットで建築した。昭和47年に、宝塚市の第五期拡張事業計画として計画され、 昭和52年に完成した。当時人口が急増して、逼迫状態にあった宝塚市の浄水供給問題を解決した。また、水質の良い水が大量に供給されることで、宝塚市で劣悪な水源に禁因して発生していた半盛場の問題を解決した。宝塚市は昭和30年代前半までは、田園地帯の中に宝塚温泉があるような場所であったが、 その後急激に都市化が進み人口が増えていった。例えば昭和35年には66,491人だった。人口が昭和40年には91,486人。10年後の昭和45年にはほぼ倍の127,129人に増えた。さらに昭和50年には向川流域下水道が使用開始予定であり、水洗便所が一層普及し、 一人当たりの水道使用量が増加することが予想されていた。宝塚市の向川佐賀にある今曜井の取水口宝塚市北部の西谷地区には規模の大きな浄水用貯水池仙外水源池があるが仙外ダムから取水された水は全量が神戸市に送られ宝塚市に貯水池の恩恵はない。宝塚市の中心部を流れる向川は全長6 5トル。 流域面積500平方キロメートルの二級河川で、阪神間では最も大きな川である。しかしこの川を流れる水の利用権は、江戸時代から続く下記の5位みだけに認められていて、宝塚市が浄水用に採取することはできなかった。向こう側の水は上流から順に、各水陸未来によって計画的に取水されているが、渇水時には、軽うでは、川床が干上がることもある。 そのため下流の水陸組合は上流での取水については厳しい目を向けており、漂流水ではなくても向こう側近傍での取水に神経を尖らせていた。昭和34年に宝塚市が向こう側砂岩のオバマ地区に浄水用のアザイドを掘削しようとした際には、下流の育みから上流で大量に溶水されると向こう側の水量が減る、と猛反対にあって難航し、 二年かかって、兵庫県の仲介によって、用水量や毎年保証金を払うことを定めた覚書を交わして解決したが、それでも増大する水需要に追いつかなかった。その他の水源として、向こう側右岸の逆瀬川や、渓流水があったが、いずれも水中のフッ素濃度が高く柿反上波の問題が起こっている。下の表は、宝塚市とその下流で、向こう側から取水している。 水陸見合いを上流から順に列記したもので面積の単位は昭和35年までが長部で平成はヘクタールだが両者はほとんど同じ面積を示すので直接比較が可能。仙外水源地実力講師向川多流の育みが上流の水使用に対して厳しく強い態度を取る理由として過去に神戸市の仙外ダムの問題があった。大正十一年に神戸市が 上水道用水のために、向川支流の羽田場側に千外ダムを建築した。当初神戸市は、下流の農業用水として、寒外期の4ヶ月間は常時毎日9万6千トンを放流すると約束していたが、大正13年の大干ばつ時に放流されていなかった。さらに、昭和14年7月もから梅であったが千外ダムからの放流がなかったため下流の農民が、 放流を求めて決起した、仙外水源地実力行使という事件が起こり、神戸市川が7月17日以降毎日12万トンを放流することで決着した。西宮市北部と宝塚市では、昔から葉の表面が半盛に黒ずむ半盛場が見られていたが、原因がわからずほとんどフード病のように考えられていた。昭和22年から昭和23年に、 宝塚市内の飲料水の分析が行われ、フッ素濃度が 0.1ppm から 3.2ppm であることが判明した。この結果を受けて、昭和24年にまとめられたフッ素に関する医学的研究によって、宝塚第一小学校と船坂小学校で、繁盛場の罹患率が半数を上回ったと報告され、 該当地区の飲料水中のフッ素濃度が高いことが原因と指摘された。当時水道水中のフッ素濃度に基準はなく、昭和25年に水道業者の団体である水道協会がまとめた飲料水の判定基準とその試験方法で 1.5ppm 以上は引用に適さないとされた。昭和32年には水道法が施行され、引き続き厚正省令で、 水質基準が示され、フッ素濃度は 0.8ppm 以下であることとされた。当時宝塚市が所有する水源の内向川岩にあった7カ所は、フッ素の岩有量が水質基準に定職していたので、宝塚市はこれらの水源からの取水を止めようと別の水源の開発も行ったが、人口の急増による使用量の増大が続いて、 水が足りなくなりたびたび断水が発生する状態であったため、フッ素濃度が高いと知りつつ、使用を継続せざるを得なかった。全種的に構成省基準を満たしたのは、遺血シリング遺跡の灌溉用水の一部を考えに、支障がない時期に限って、日量1万5000立方メートル使えるようになって、上記7カ所の水源を廃止した昭和46年になってからであった。 この問題は昭和46年に宝塚市の司会が児童の中に多数の繁盛場が見られると公表したことから再度クローズアップされ市でも大きな問題となった。宝塚市はこの問題を調査するため宝塚市フッ素問題研究協議会を発足させている。この時以来宝塚市が毎月発行する広報だから図鑑に 市内各地の水道のフッ素濃度が公表されるようになった。一連の調査の結果昭和49年年に宝塚市の繁盛場をめぐる健康問題に関する答申書が作られ、この中で給水中の暫定管理基準フッ素濃度は0.4から 0.5ppm を上限とすると定められた。この基準を達成するためにフッ素含有量が少なく豊富な水量を有する別の 水源が切実に求められていた。昭和47年宝塚市水道局の第5期拡張事業計画で将来の人口増と一人当たり使用量の増加への対応とフッ素濃度の低い水源の確保を目指して川下川貯水池の建築と周辺設備の整備が定められ調査と設計が始められた。川下川は市北部の標高200メートル前後の平坦な台地で ある、玉瀬地区から渓流となって流下し、向こう側に合流している。計画では、向こう側との合流点の上流約400メートルの、狭い谷に高さ45メートルのロックフィルダムを建設して貯水池を作り、そこから、市街地近くに新設する総川浄水場に水を送る、貯水池と浄水場の間の3カ所の渓流に、小規模な取水設備を設け、 貯水池からの導水管に合流させて、所要の水量を確保するものであった。向川水系では、西宮市が、川下川ダムより早い昭和40年から、丸山ダムを計画したが、向川下流の行く身との水利権交渉が難航して、着手までに8年が経過した。川下川ダムでは、そのような問題はなく、計画はスムーズに進んだ。宝塚市は、 川下川ダム予定地の少し上流に、北部地域給水用の小ダムを所有しており、利水圏を取得済みであった。また、昭和34年頃から、下流の天ヶ崎、伊丹、西宮の水利組合の灌え面積が減少してゆき、上流での取水に対する強硬な態度も軟化していた点もある。用地買収についても、玉瀬ダムの建設に際して計画用地の一部を、 取得済みであり、全体の買収は昭和48年度末に完了した。ダムの建設予定地のすぐ下流側に線、外水源池の水を神戸市に送る導水管が走っているため、東ダムの建設については、この導水管に悪影響を与えないよう注意が払われた。昭和49年3月に本格工事に着手、基礎部分の岩盤には8本の断層が見つかったので、 コア幅すべてをコンクリートに置換した。ダム形成用の岩石は、基本的に工事現場近くから採取したが、フィルター材については一部を外部から購入した。昭和49年11月からダム成立を開始、昭和51年10月に成立が完了、翌月予水破棄も完了した。完成したダムは、中心コア型ロックフィルダムで高さ45メートル。 のり面の勾配は、上流側が1、2.3、下流側が1、1.85である。ダム建設と並行して、市内へ向かう水路トンネルと3カ所の渓流水、取り入れ設備の工事も行われた。引き続き付属設備の整備を行い、昭和52年3月に完成し、貯水を開始した。また併設された3カ所の渓流も一通り水口も順次、供用が開始された。 4カ所の取水口から1日最大26,881立方メートルが取水され、約5万人分の水が確保された。川下川貯水池の完成は給水の安定と水質特にフッ素濃度のより安全な基準を達成した。昭和62年の時点で市内の平均フッ素濃度は約 0.4ppm で推移しており、昭和49年に定めた。 暫定基準を達成している。また従来の玉瀬ダムと貯水池は、新しいダム湖に水没して、役目を終え、玉瀬ダムが浄水を供給していたエリアの給水は、川下川ダムからの給水に切り替えられた。JR 道場駅から、川下川ダムと貯水池の横を通って、玉瀬地区の集落に通じる道がある。途中の兵庫県向川上流浄化センターから先は、ところどころに、 すれ違いができる場所があるだけの細い舗装路である。ダム及びダム湖周辺は立ち入り禁止で、道路とはフェンスで仕切られている。駐車場はない。ダムのすぐ下流側を新名神高速道路、川下川橋が通り、ダム湖の東側に宝塚北サービスエリアがあるが、直通する道はなく蒸気の細い道を介する、必要がある。川下側が、向こう側に合流する。 すぐ手前に JR 福知山線の川下川鉄橋がある。なお川下川の源流には兵庫県で最も大きな湿原で県の天然記念物に指定されている丸山湿原がある。ありがとうございます。